さあ便利ですよね。はい。あっという間ではございますが、もう最後のコンテンツなんです。もう最後ですね。<laughs> 最後のコンテンツなんです。<laughs> えー、もうとっておきのやつがございますので、期待できる、えー、じっくりいきたいと思います。ではで、ね、大地さんお願いします。はい。次はですね、えー、プロジェクトファーストマスクというものです。これもビデオの テクノロジーになります。うわー期待できる。で、例えばこういう映像があったとします。この人がこうやってダンスをしながらこうやって右に行くそういうものです。で、これね、これだけでも面白いんですけれども、このダンサーに、えー、強調したい、ダンサーを強調したいので、このダンサー以外の部分はグレーにしたいと思います。 でグレーにするためには一番最初にしなければいけないのはこの彼女にマスクをつけなきゃいけないですよね,ですねでマスクつけるのは今でももちろんできますよねこのアフターエフェクツを使ってこんなふうにロトブラシを使って、えー、フレームというかマスクを作ることができますただこれの問題点はあの1フレームだけだったらそんなに時間かかんないんですけれどもこうやってビデオが進んでいくとこのマスクが どどんんん外れていっちゃうんですよねこんなうやって外れちゃったマスクは手作業で全部直していかなければいけない、うん、とっても時間がかかるんですよね。というわけでこのプロジェクトファーストマスクがあるとですねこの一番最初のフレームに行って、えー、このエッジ部分を4回クリックするだけでこの女性をあっという間に選択できました。マジでなんで でこれだけでも結構すごいと思うんですけれども下の方にねこのみ皆さん見えるか分からないんですけども、うん、下の方にこのプロパゲートオールっていうボタンがあってこれをクリックするとこの女性をずっと追っかけて女性が例えば障害物の後ろに隠れてもまた選択してくれるとでこの人が角度を変えたりとかあとはポーズを変えたりしても 常にこれも Adobe 先生が一番最初のところで選択したものがあ次も次も<ー>あの同じものだと判断して選択し直してるんですよねなので障害物の後ろに隠れちゃっても大丈夫でこれで、えー、できたのでこれをあの一番最初のフレームに持っていってっでマスクを隠しますそしてこのグレーのボタンを押せばあっという間に マスクして、やばいね、バックがグレーになった映像ができ,ちゃっできました。一、ね、日かかってたよ。ほんまに 1> 丸一日ですよね。アイデアはあるけど、これ無理やでって言ってたからね、うん、昔は。これからできますよ。う,うわ、もう専門家の仕事がなくなるな。<laughs> <laughs> はい。で、えー、じゃあ次これ例えばこういうのはどうでしょう。 これはねもうちょっとトリッキーですよ。この横に歩くだけじゃなくてねこの男の子カメラに向かってきてうわでポーズもだから無理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 ,無理ーーだから大きさも変わるしポーズもすごく変わる<ー>最後はなんかあのー、画面の端から飛び出ちゃってますよねでもね髪型は変わらないよこの子 <laughs> あそうですねねそ,そうねそこアドビ先生見てると思うよ確かにそこはあのアドビ先生に優しいかもしれないですねで。 これも4回クリックするだけでこんなふうに選択できました、えー、そしてプロパゲートオールをクリックするとこの男の子をずっと追っかけてこのマスクが外れないこんなふうにゴールを阻止するいいこれで最後はなんかこんなポーズにポーズ相当変わりましたけど。 これは大丈夫ですだいぶフレーム切れてんのにねで、せっかくゴールを阻止したんでねそういう画像を入れたいと思いますこんな感じで後ろはちょっとぼかしましょううわうん。こんな感じですようわで、これね、えー、別に人じゃなくたっていいんですよね<ー>また可愛い,い画像けむくじゃら来たぞけむくじゃらでこれも四回クリックするだけです で、今回はこの障害物が結構大きいんですけどね<ー>その後ろに隠れててもまたちゃんと選択してくれるとみんな口は土備先生相当去年より賢くなってるそうですねでこれあのちょっとかわいいんでねかわいいバッグを入れてみましょうこんな感じでどうでしょうわあーうわー でね次の映像はこれですこれね僕が撮ったんですよ僕が <laughs> あの同僚の結婚式に呼ばれてというかあのビデオ撮ってって言われてビデオ係をしてたんですよねでこのカップルがロマンチックにキスしてる後ろに、うん、この余計な人がいるね余計な人なんですけどね、うん、余計な人って言っちゃいけないんですよこれ実は、うん 新婦さんのお父さんなんですよああ大事な人だね <laughs> でもあどび先生にその人重要に重要なんですけどいてほしくないですよねというわけででお父さんにしてみれば あの大事な娘のね写真に僕みたいな変なカメラマンが写ってるんでまあ僕の方が迷惑男なんですけどもお父さんが撮ったそううか向ここにはこっちが写ってるわけねそう向こうお父さんはあの写真を撮ってるんですよほ、うん、らだから僕が写り込んでるんですけどまあお父さんが撮ったのはね写真なんでフォトショップのコンテンツに応じた塗りで簡単に僕の方は消せる、ね、と思うんですよねこれ動画だからね。 でも僕が撮ったのはビデオなんで、うん、なかなか消すのが難しいじゃないですかいやちょっと消しちょっと諦めるなでしょ、うん、でも今日皆さんあのキーノートに行かれましたで、うん、何か面白いものを見ませんでした、うん、キーノートで発表されたものの中に「うん、アフターエフェクス」の将来入る機能として紹介されたビデオ版のコンテンツに応じた塗りっていうのがあったんですよ あれを使えばこれ消えるんじゃないですか。ただね、ただあのこれ馬と違ってお父さん右とか左に行ってるんでマスク作るのが大変でしょう。しかもメガネかけてるよ。そうですね。メガネはメガネはちょっとね、あれですけど、じゃあえでもこのファーストマスクがあればあの四回クリックするだけで、このやっぱり四回クリックってのがやばいな。やっぱり簡単にマスクできるんですよ。こんな風に。これやばいよ。 でこのプロパゲート・オールを押すとお父さんを追跡してくれるこれでマスクができるじゃないですかで、えー、皆さんの場所から見えるか分からないんですけども下にエクスポートっていうボタンがあるんですね、はい、でこのトラックが全部終わった段階でこのエクスポートをクリックするとこのお父さんのマスク部分が全部エクスポートできるんですよ。 ちょっと時間がないんですでにエクスポートしたものをご覧くださいこれがそうなんですけれどもこんな風にねボタンがクリック1つでやばい 1> クリック1つで全部あのエクスポートしてくれるんですねこれを使えばアフターエフェク s の将来の機能で消せるような気がしますよねというわけでやってみましょうこれがねあのこのウェディングのビデオをインポートしただけでまだお父さんはずっといます でここにファイルからインポートを選んでもう一度ファイルを選んでこのマスクをインポートしますでこのインポートされたものをこのビデオの上にドラッグしてこのトラックマットから、えー、ルマインバーテッドマットを選ぶとお父さんが黒く抜けます抜けたでここでここからウィンドウから コンテンツアウェアフィール日本語版だとコンテンツに応じた塗りをクリックしてうんうんここのジェネレートフィルレイヤーをクリックすると今計算してるんですねうんうんでこれ フォトショップのコンテンツに応じた塗りと違うのはフォトショップのコンテンツに応じた塗りは似たような部分からうまいことを埋めてでやるんですけれどもこの場合はビデオの全部のフレームを見つけてきてでそこから<の>あのお父さんのバッグの山を取ってきて埋めるんで矛盾のないうわ、やばっ消えました <laughs> これで再生したいと思います。 再生するとま<ー>るで最初からお父さんがいなかったようなビデオになりましたすげえこれがビフォーでこれがアフターですさビフォーであ、うん、けてくる娘の大事な結婚式に、うん、やっぱりこっちの方がいいですよねきっとお父さんもこっちの方がいいと思います これがですね、将来アフターエフェクスに入る予定のビデオ版コンテンツはフィルンを使ったプロジェクトファーストマスクのデモでした。イエ,イ,イエーイ。すごくないですか。いやもうね、僕ら撮影の時ね、人よけってすごい大変なの。ね、これもうね、何も考えずに撮ってくればいいね。あとはアドビ先生やね。そうなりますね。<laughs> 恐るべし。恐るべし。はい。 いや今年もすごかったですねスニークスいや今年はやっぱり動画へのなんかこうアドビ先生の活躍がはい著しいなそうでしょすごいまだでもスニークなんでこれが製品に入るかどうかはちょっと約束できないんですけど頑張ってそれまで生きていいよそんなに時間かからないんじゃないかなはいはい大地さんどうもありがとうございましたありがとうございました